休日、家族連れを中心ににぎわいを見せ、子どもたちの笑い声が上がる河北町の観光スポット、役場庁舎の裏にある河北町児童動物園です。県内で唯一の動物園には鹿や猿などの動物が20種類います。お馬さんね。何がお気に入り？クジャクです。羽が綺麗なところが好きで、いっぱい動物がいて楽しいです。入園ゲートはなく、24時間無料で開放されています。園内に明かりがほとんどないため、暗くなってからは動物があまり見えませんが、昼間とは違う雰囲気を味わえます。この動物園が誕生したきっかけは、今から70年ほど前、当時この場所にあった八千穂育園の園長が一頭の子グマを保護したことでした。その後、飼育する動物がだんだんと増えていきます。そして1978年には町が運営する動物園としてオープン。以来、県民に広く親しまれてきました。現在は4人の飼育員が1日2人体制で動物たちの世話をしています。あの子今朝来たえ、そうなんですか。町民が傷ついた動物を見つけることもあり、動物園となった今も保護しています。こちらは飼育員歴15年の富樫花江さん。前身の保育園だった時代に飼育員をしていた祖父の影響で、幼い頃から動物を身近に感じてきました。動物の面倒と、あと園児たちの、まあ、面倒を見てたのがうちのおじいちゃんなので、私も同じようなこう動物と関わるような仕事をしたいなと思って、まあ、機嫌が悪い時はちょっとね ありますけど、それでもやっぱ可愛い可愛いですね、はい。変わらない動物たちへの愛情、それは地域の人たちの間でも育まれています。果物や野菜を手にやってきたのは地元の農家です。規格外で売れないものを持ってきて、廃棄するよりはね、食べてもらった方がいいかなと思って。え、あ、スモモ。あ、スモモ。うん。人食べても大丈夫だからよ。ぜひ食べていってください。ありがとうございます。はい。近所の八百屋さんとかスーパーさんからは、あのキャベツの商品じゃない部分を食べさせてくださいっていう感じでもらったり。昔から変わらずみんなで作ってる動物園な気がします。平日の夕方、学校が終わった近所の子供たちが遊びに来ます。美味しそうに食べる。まあ自分自身もそうでしたけど、カバンのまんま来たり、自分はちっちゃい時から全然変わってない気がします。鳥がお好きなんですよ、動画、レッスン。ええ、ちょっと、かっこよかったんで。ひ孫です。あ、ひ孫に、ひ孫に。あ、そうでしたか。ひ孫になる。すごい。かわいいね。ここは何年だ？何年だ？鹿だよ。鹿だよ。楽しい。よかったね。トンボチンはいいね。近くにあからって。動物園はおよそ70年間、世代を問わず、
人々の憩いの場となってきました。そして今年、町は役場庁舎をリニューアルしました。それをきっかけに動物園も来年度以降に改修する計画を進めています。改修のテーマは、今の施設を生かしながら誰もが利用でき、人と動物に優しい動物園です。嬉しいことですよね、はい、できればやっぱり我々もそうですけど、まあ、動物たちにとってはもうちょっとやっぱり広い方が過ごしやすいかなとは思いますね。先週から施設のイメージやアイデア設計を公募しています。今みたいに普通に身近で触れ合えるような動物園がいいなと思います。今以上にもっと生き物が増えて、もっと楽しい動物園になると嬉しいと思います。今も地域のお子さんたちが描いたような絵がかかってると思うんですけれども、地域の人たちがみんなでよく使えるような施設にしていただけたらなと思います。地域の人々が癒され続けた県内唯一のスポット、これからどのように姿を変え歴史を受け継いでいくのか注目です。